好天に恵まれました甲子園球場です。阪神タイガース対北海道日本ハムファイターズの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さんは現役時代数多くのバッターと対戦されたわけですが、苦手なバッターのタイプというのはあったんですか？いや、基本的にバットを持ってフルスイングする人みんな嫌いでした。そうですか。やはり当たれば飛ぶというね、威圧感が。バッターボックス原口、さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。さあタイガース一打サヨナラのチャンスを迎えています。いいコースですが外れています。レフトに持っていった、ワンバウンドヒットになった。ファーストランナーセカンドホームイン、サヨナラ。なんとサヨナラで決着。代打としてこれ以上ない結果を出しました。打ったバッターはもみくちゃ。タイガースがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。小宮山さん、代打の一振りで勝負あり、ベンチの采配、監督の采配、ピタリとはまりましたね。まあそうですね、ああいう場面で打てるということが、まあ、本当に素晴らしいと思いますね。非常に興奮したそんなゲームでした。勝ったタイガース、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のファイターズですが、惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。